中日、再開、うんち、もう終わりだよこの球団。こっちが泣きたいわ。捨てた強打に負けるいろんな意味で3年間の集大成みたいな試合でよかった。やめないでの時間か。代打ごと、代走だ。追い出した強打に打たれて完封負け。3年間の集大成を見せてもらいました。松木平は悪くないよ、打てなかった打線が悪い。FA してこの悔しさは晴らすんやで。こんな成績でなんで満員なん？お前らアホなん？ビシエド使ってれば再開は免れてたって言われるんだろうな。2失点で悔しがって泣いたら野手はどうすりゃいいんだよ。バランス考えて。立浪さん、来年は阪神の監督で頼みます。てか台風で延期になったとはいえ最終戦がこのユニってどうよ。黄昏れた横顔決まりすぎてる。すべての悲しみしょい込んだ振りだけのジェスチャー。立浪監督でも本作ってほしい。中身なくて薄っぺらいんやろけど笑われた監督ってことで。今日だ立浪、お前変わらんかったな。 W リクエスト見れなかったのが心残り。公言通り今年も5位に終わらなかったな。松木平はまた泣いてるの？ウッディ隊員に勘違いするな松木平くんと言われるぞ。捨てたやつに打たれてとどめ刺され、そいつの代わりに拾ったやつは役立たずで昨日引退。 W 歴代最弱で歴代最悪の監督だったな。立浪さすがにセレモニーで土下座でもしろよ。勝率444、順位666、さすがは立浪さんに縁があるな。ご視聴ありがとうございました。